はい、着きましたね。で、こんな感じで着いてます。で、ちょうど、もちろんそうなんですけど、サンプルが上側に来るようになってて、で、左側についてるのが、X 線の発生装置で、で、右側が、検出器がついてるというような設定ですね。いわゆる万歳型の5尿メーターというか、視量が水平で測定するというやつです。はい、今測定の途中ですけども、結構シャープなピーク出てきましたよね。通常の粉末資料とか測定してる時というかよりもですね、かなりシグナルが高くて、シャープであることが、これ見ていただいても分かると思います。はい、でこんな感じでもうめちゃくちゃピークシャープですよね。綺麗に撮れてるわって感じで、はい、カウントも十分高いですし、非常にいいプロファイルが撮れたと思います。シリコンシンセティック、合成のシリコンですね。で、カードの、PDF カードの番号が、27-1402 ってやつですかね。結晶紙サイズを求めるというのをやってみたいと思います。で、結晶サイズっていうのは、よくシェラーの式というので、簡便に求められることが多いんですけども、式、もできますね。で、井田先生って日本の、シェラーの式の第一人者なので、この、ここに出てくるの2番目のシェラーの式、シェラーズイクエーション、これ R3 つですからね、よく間違えすんですけど、これ正しいんですけど、この PDF をまず皆さん、見ていただくと非常にいいと思います。よくこの形式見ますよね。B イコール、D コサインシータ分の K ラムダっていうやつ、あるいは継承式を D として、B コサインシータ分の、K ラムダと。いうような形で、X 線の波長は分かってますし、あと K っていう、定数ですよね。なんかよく 0.9 とか 0.94 とか 0.89 とかにすることが多いんですけど、っていう定数があって、あと、ラジアンで示したピークの広がり、半地幅の広がりみたいなやつをここに入れると、結晶式が一応求められますよ、というやつなんですけども。で、これは私も、材料の研究とかするときに、このシェラーの式を使ってですね、簡易的に、結晶式を求めるということが多いんですけど、よくここの、この関係式、実測値の、ピークの広がりっていうんですかね、線幅の広がりっていうのは、本質的な広がりプラス、装置とか、標準サンプルの結晶式系が、非常に大きなものでも、多少の幅を持つはずということなので、その補正をしないといけないんですけども、その補正をせずに使う人も結構、多いと思います。で、今日なんですけど、ちょっとですね、丁寧に、この結晶式を、リーターンを使って求めてみようというところら辺をやっていきます。で、せっかくなので、シラの式使うだけっていうのだったら、これね、読んだらできちゃいますから、そうじゃなくてですね、実際に標準資料を使って、どれくらい、装置の、装置による線幅の広がり、B があるのかというところら辺をですね、解析しつつ進めていきたいと思います。実習に使えるような、データを、アップロードしておきましたので、はい。で、今日、2021年5月6日なんですけど、今朝測定したデータをここに上げてます。標準のシリコンですね。で、今日、解析しようと思うのは、ちょっと前なんですけど、4月13日に測定したのはアルミナの粉末ということで、先ほどこの動画でも、あと第6回で、アルミナの XR パターンをリートブレード解析してみようということで、実測データを、解析したのが第6回なんですが、その時に使った第6回のデータをですね、もう少し詳しく解析してみようというのが、今日の趣旨になります。というわけで、このデータ、まずダウンロードします。で、このヘッダーの部分もちょっと書いてあるんですけど、ジェネラルということで、で、あと5度からですね、他の動画でだいたい120度まで測定することが多いんですが、ちょうどシリコンの場合は136度ぐらいに結構大きめのピークがあるので、今回は140度まで測定しています。ということなので、120度までだったら5751点になるんですけど、140度までだったら6751点になるというようなデータになりますね。で、こいつを、名前を付けてページを保存ということで、とりあえずデスクトップにでも置いておきますかね。はい。フォルダーで、シリコン。
まあ、あのスタンダードっていうのは分かるように、CD、コーン、ST、リートでもしておきますかね。読みにしますよね。で、こんな感じの、こんな感じのですね、アトムワークの画面がいつものように出てきますので、今回、シリコン。これはあのシリコンのシミュレーションの時もやりましたよね。シリコン。7番ですね。で、これを、開きます。プロパ、ストラクチャーと、まぁ、X-ray ディフラクションというのが入っているやつ。まあ、この例でいいですかね。まあ、これをちょっと開けてみましょう。で、ここでスタンダライズドということで標準化した、結晶構造ということで、000じゃなくて、8分の1、8分の1、8分の1というふうに、シリコンの原子を動かしてますよね。こういうことで、格子の中の対称結成が上がって、まあ、計算しやすくなるというような標準化が行われています。で、これをダウンロードします。で、この、シリコンの、CIF ファイルをダウンロードさせていただきました。で、これいつものようにベスターで開いてみます。標準化したような、結晶構造が見えてますよね。はい。で、ここから、ファイルで、エクスポートデータで、で、まあ、これでいい。とりあえずこれでいいですかね。はい。保存しましょう。で、先ほどの INT と同じ、フォルダにですね、この INS ファイルを移動させます。で、こちらの INS の方を、まあ、これから、解析していくんですよね。はい。で、これはあの INS ファイル開いた、状態です。でもうこの解析も何度もやってますんで、ちょっとあまり詳しいことは、今日はやらないんですけども、この状態で、ということで、まず、順番に、上からちょっと見ていきましょうかね。はい。直すとこだけ見てもらったら大丈夫です。タイトル、シリコンですね。で、特性 X 線を用いる実験室の X 線。で、リートベルト解析を行いますと。で、出力は、標準ですね。で、N ビーム。これが、特性 X 線だったので、N ビームの位置のところを見るんですよね。で、CU の Kα 特性 X 線ということで、ターゲットは4です。はい、この辺でデフォルトですね。で、サーフェスラフネスは今日も補正しません。ブレックブレンターの型の光学器を使うということで、N トランが、0になってます。で、化学種で、今回ですね、シリコンが入ってますよね。はい、ここまで全然 OK です。で、シリコンの、結晶層が入ってて、まあ、空間部227番の、標準化された第2セッティングが自動で入るということですね。ここまでも自動ですよね。で、ざーっと、下ろしていきまして。はい。この辺もそのままですね。で、あと、まあ、今回からもし始めた人っていうのがいらっしゃったら、このシフト N っていうのをですね、とりあえず0、0、0と、という風にしておきましょう。これ最初、解析の当初からですね、このパラメータ3つとも変えてしまうと、まあ、ちょっとうまくいかないこともあるので、まあ、最初は、この辺ちょっと少しだけ、1個目のパラメータで変えて、2個目、3個目は後で変えるくらいでちょうどいいかなと思います。で、バックグラウンドは、もともと F アパタイトの時は、もっと別の数字が入ってたんですけども、初期値を0で保存してます。はい。で、このシャフト因子っていうのもちょっとこれ、やってみないとわからないですね。ということで、デフォルトを入れてます。はい。この辺のプロファイルも、関数とかのパラメーターも、これもちょっとやってみないとわからないので、まずはこのままにしておきましょう。で、ここですね、プリファードオリエンテーション。今回シリコンの、キュービックのやつでですね、粉末なので、まあ、特に選択配合とか起こりませんから、ここ 1.0、1.0 にしといて、全部固定にしますということで、419行もそうですよね。で、今回のセル Q、格子小数がですね、5.431 ということで、先ほどの、マットナビン、アトムワークに載ってた、まあ、データベースのデータがそのまま初期値として入ってます。で、この格子小数は、ここは、1にします。はい。シリコンの、結晶構造の中にシリコン の, 原子位置っていうのがですね、この8分の1、8分の1、8分の1しかないので、これでいいんですけど、ここで、統合的な原子変異パラメータを U にするか B にするかっていうのも、これも、第4回か第5回目くらいの、
ビデオで、まあ、結構ご説明してるんですけども、これとりあえず初期値をですね、まあ、0.5 くらいにしておきますかね。あの、原子変異を表すパラメーターで、あの、単位形が、あの、異なってて、U が1っていう風に入力されてると、リータンで使う B が約79っていう風に入力されるというような仕様になってますので、ここ 0.5 くらいですね。0.5 オングストロム2乗くらいにしとくと、まあ、あの、初期値としてはいいかなというような感じがあります。で、こっからね、あの、回していってうまいこといいかどうかっていうのはちょっとやってみないとわからないですね。で、あと、ボクセル数っていうの、これも初期値、サンプルの F アパタイトでは、あの、別の値が入ってるんですけども、これはあの、0、0、0というのを入れておくことにします。はい。で、ざーっと見ていって、結構ね、600秒とかすごいあの、長いなと思うんですけども、見ていくとそんなに、あの、慣れてくると大したことないですね。実際はもっと難しいんだと思うんですけど、私が理解している範囲っていうのはそんなに難しくないですね。はい。で、ここですね、Nサイクル、初期値では、100回ループしますみたいなやつになってるんですけど、もしなんか途中でエラーが出たときは、この688行目の、Nサイクルっていうのを途中で止める。っていうのをよくやります。ちょっとなんかメモっておきましょうね。はい。で、あと、関係ありそうなとこざーっと、見ていって、まあ、あと解析に必要なところっていうのは、もう特になくて、あの、グラフをどういうふうに書くかとかね、まあ、そういうのが、出てきます。はい。で、あの、今日、肝心な、後のアルミナの解析のところでやるんですけども、さっきあの、シェラーの式の話をしたんですが、シェラの式とかはもうちょっとこう、あのいろんなピークを使って、もう少しあの厳密というかですね、あの、うまく、結晶式を求めようというのに、この、ウィリアムソン・ホール法っていうのと、ハルダーですね、ハルダー・ワグナーメソッドっていう、この二つの、やり方があるんですけども、今日はこの、ハルダー・ワグナーメソッドというのをやる予定です。はい。これとりあえずこのままで OK ですね。まずは、あの、今からやるのは、シリコンの標準サンプルの、フィッティングをしたいということなので、まあ、一応これでいけるかなということなので、セーブして、リターンをしてみましょう。うまくいきますかね。はい。とりあえずなんか走ってましたよね。で、最終的に、S 値が、2.079 っていうことが、もう一発でできましたね。あの、結構悪くないんで、これでいいかなっていう気がするんですけど、で、プロットを出すと、はい、こんな感じで。で、今回あの、シリコンの標準サンプルで、結構、測定のインテンシティも高いので、この辺ですかね、もうちゃんとピークの位置は、きっちり合ってるんですけども、この28度くらいの、ピークとか、56度くらいのピークとかね、まあ、少しあの、強度的にまだ上下に行ってるっていうところはあるんですけども、まあ、あの、広角側は非常にあの、綺麗に、フィッティングできてますので、まあ、今日はちょっとこれで話を進めたいかなというふうに思います。で、もっと、きちられたいっていう人は、このここがあの、ピクピクってこう、上下に行ってますよね。で、これが、なくなるまで、解析をしてみるというのがいいかなと思います。この辺ですかね。794行目と795行目の時、この前の、YouTube の動画の第678回目の時くらいの、コメント欄にはちょっと入れておいたんですけども、解析が終わった後で、このパラメータを自動的に、INS ファイルをアップデートしたいという時は、ここを0番じゃなくて1番にするというようなことをします。で、この0番のままだと、INS ファイルは特に、変更されない初期値の、まあ、初期入力したやつのまま残ってると、手動で、値を変えていくということになるんですが、で、この時ですね。で、あと、今回の、リストファイルが、まあ、この辺見るんですよね。R ホールパターンっていうのと、S 値っていうのを見て、まあ、S 値がだいたい2を切ったら人に見せても大丈夫かなっていうところなんで、まあ、これ皆さん見ていただいても、まあ、そんなに問題ないかなっていうくらいのところにもうできてるんですけど、で、これちょっと 2.0979 っていうのをちょっと覚えておきましょうね。はい。で、ここでちょっと試しに、先ほどのですね、この N アップデートですかね。で、こいつを、
こっちを一番にしてみますかね。はい。エクスクラメーションマーク、まあ、びっくりマークとコロンを入れ替えるということで、この N はアップデートですかね。でこちらの一番の方が生きるようになります。でこの状態で、もう一回、一回目の解析なんで、これ多分一緒の状態になると思うんですけど、で、これやりましたよね。で、リストファイルを見ると、ちょっと広げた方がいいですかね。リストファイルを見ると、ループが30回まで回って、残算以上が3万くらいになってるということなんですけども、これをですね、もう一回、ごめんなさい。で、あと、さっきの S 値がだいたい 2.079 でしたね。もう一回ここをリータンとすと、初期値が入れ替わって、もう一回計算されるということになりますんで、まあ、少しだけですね、この値が変わってきますよね。2.043。あんまり変わらへんかな。2.0935。2.0929。なんか、ちょっとずつ数値が良くなっていってますよね。2.0929。はい。まあ、2.0928。まあ、大体もうこの辺でもう止まってきたんで、ちょっとこれで終わりかなっていう。もっと本質的に変えようと思うと、ここのパラメータでですね、動かしてないところら辺を、ちゃんと、よくしていく必要があるんですけど、シフト N のところも、第一パラメータだけ、数値を変えてますけど、これを仮に、ここは一応最適化されてきたということなので、2番目と3番目も少しだけちょっと変えてますかね。11。はい。で、これで、いきなりいっぱいパラメーターを変えるとあんまり良くないんですけど、ちょっと下がってきましたね。2.0899 になりましたよね。はい。なんかやればやるほど少しだけ下がってきてるかなっていう、感じがするんですが、で、他にもですね、このシフト N 以外にも、まあちょっと変えれそうなところもあるわけなんですが、で、ここで、ですね、シリコンの原子位置、まあ、格子上数もちゃんと今、フィッティングがかかってて、で、シリコンの、等方的な熱振動パラメータっていうのを、全然最適化しないまま、解析を進めてたんですけども、ここ最後 0.5 っていうのはある程度良くなってきたから、ここをですね、1番に変えてあげると、でどうかな、良くなりますかね。あんまり変わらないのかな。さっきの、まあここの値が 0.4 くらいなんで、まあ等方的な熱振動パラメータですね。まあ原子変異パラメータですね。で、これもだいたい 0.4 くらいなので、まあ妥当といえば妥当な値がちゃんと出てきてます。で、解析うまくこと言ってない時っていうのは、この辺の値が、まあ結構変な値になってたりとか、すると、まあ計算発散してたりとかして、この辺の数字にですね、NAN って書いたようなですね、ちょっとエラーが出てるような、まあ計算できませんよっていうのが、出てくることが多いですね。でもこのちょっと 2.0858 というところら辺までできたということで、一旦この解析は、ストップしたいと思います。ちょっと最後プロット見ておきますかね。はい。こんな感じで、ちょっとこれね、すいません、もっとプロフェッショナルな人から見たら、ここで妥協するなよってちょっと怒られそうなんですけど、まあ、チュートリアルなのでここで一旦やめておこうと思います。はい。まあでもだいぶ良くなってきましたね。はい。マニュアルを見てほしいんですけども、まず一番最初の、ドキュメントのところで、リーダー FP マニュアルというのがあるんですが、これちょっと開けてみたいと思います。はい。
これあのもう泉先生の超大作で、290ページもあるっていうすごい、マニュアルなんですけども、ちょっとね後ろの方まで見ていくと、あの実は日本語もあの簡易版が用意されてるんですね。非常に親切な、マニュアルになってます。横幅合わせます。あの最後の方にちょっと日本語に変わりましたね。こちらの方で見てもらっても構わないですけど。で、今回ですね、ちょっと目的地にちょっと先たどり着きたいので、これ検索でコントロール F で、Mac の人はコマンド F ですかね。で、ちょっと検索をしてみたいんですが、はい。あの、HALL って言ってあの、ホール、ウィリアムソンホールメソッドのホールですね。まあ、これで弾くのがちょっと一番、あの見つけやすいんで、これで今入力しましたけど、ちょうど200、このマニュアルのバージョンだと272ページで、まあ、あのバージョンアップするとあの適宜ちょっと少しずれていくかもしれないですけど、大体この辺の一番最後の方ですかね。で、ここで20歩、そのところで、結晶子サイズと、ミクロ歪みの決定というような項目があります。で、あと、この、272ページに対応している英語版の方が、あ、ありましたね。PDF で言うとちょうど100、7ページとかですかね。まあ、この辺に、あの、ウィリアムソン・ホールメソッドとかですね、あの、ハルダー・ワグナーメソッドですかね。っていうのの、解説があります。でこれちょっとね、あの、内容はまあ大体一緒なんですけど、あの、英語で書いてあるんで少しとっつきにくいかなっていう人は、あの、さっきの272ページの方のところをざっと見てみるといいと思います。272。はい。で、何をするかなんですけども、シェアのシリと。で、この2番目のやつでしたね。この単純な一つのピークに対する、シェラーの、式もそうですし、あと、これあの、ウィリアムソン・ホール法っていうのと、もう一つのあの、ハルダー・ワグナー法ですかね。今日やるやつっていうのも、同じパラメータを使います。で、ここに出てくるのは D とか K とか、ラムダとかっていうのは一応意味一緒、ですので、それを使うわけなんですけども、で、ここの、272ページのマニュアルの方をずーっとこう、下の方に、下げていくとですね、例えば、まあ、ピークのですね、プロファイルの広がりをちゃんと補正しないといけないですよとかね、まあ、この辺も、解説が書かれてます。結構ね、すっ飛ばしちゃうことも多いんですけどね。で、リーターを使って、こういう感じでですね、最終的に、プロットを出させてあげて、まあ、この傾きからですね、結晶式を求めるっていうふうに、非常に、まあ、美しい、素晴らしい方法があるので、それをちょっと今からやってみたいと思います。はい。ちょっと見ますかね。ウィリアムソン・ホール及び、ハルダー・ワグナー法、読み方間違えたらすいません。の方法により、結晶サイズ D と、ミクロ歪み、まあ、これ、イプシロンですね。高心角 D の変動、何とかを推定する機能を追加しましたと。でリートベルト解析だけでなく、ルベイル解析やハイブリッドパターン分解でも、利用できますよと。で、ベータをですね、これ積分幅にしてます。で、通常、シェラーの式とかで、半値幅で使うことが多いんですけども、今回ですね、半値幅じゃなくて積分幅ということで、まあ、ちょうどこう、ピークの形がこうあって、その、ピークの面積、から、まあ、幅を求めるというような方法をするわけなんですけども、でその時に、さっきのですね、この井田先生のこの解説っていうところで、どういう場合にどの K の値を使ったらいいのかという解説があります。で、これは結構多くの人があんまり何も考えずにですね、0.9 とか 0.89 とか 0.94 という値を入れるんですけど、それは、まあ、どっちにしても有効数字がね、一桁くらいしかないと思ったら別に結果としてはあんまり変わらないんですが、できたらこういうモデルだと、こういう風になりますよと、いうようなことを考えた方がいいということを言われてます。この辺ですね、0.94 とか、0.89 とかっていうのが、出てくるんですが、今回なんですけど、また、直径 D の、球形結晶粒。で、今回使うのってアルミナの AKP3000 ということで、アルミナ自体はですね、六方晶の両面体の結晶構造なんですけども、粒子自体はですね、結構丸い球状に近いような、結晶子を持ってますので、まあ、これ球状を仮定するというのはまあまあリーズナブルですよね。
で、理論的に予測される、解説線幅の広がりを、積分幅、これですね、積分強度とピーク値の比で、定義すれば、ということで、さっきのリータンのところのマニュアルにあった、半値幅じゃなくて、今回は積分幅を仮定してますっていうのはここなんですよね。ということで、この場合は、K に、1.33333 っていうのを使いましょうと。まあ、こういう値が、必要になってきます。はい。で、ちょっとさっきのところ戻りますね。で、それが、K ですよね。で、こちらの方が、このハルダー・ワグナー法ってやつなんですけど、これ見てみると、横軸にですね、こういうのを、プロットしてあげて、縦軸にこういうのをプロットしてあげると、ちょうどですね、傾きが、D 分の K ラムダで、まあ、Y 切片が、まあ、16イプシロンの2乗ということになりますんで、ちょっと結晶子径と、歪みの値をですね、分離して、ちゃんと求めれるというような優れた方法になってます。で、シェラーの式だと、単純な方の、シェラーの式だと、これですね、歪みに入ってますよね。つか元から、歪みがない状態のサンプルしか使えないっていう、まあ、材料で言うと、ちゃんとアニール処理して、熱処理して、歪み取り除いたものでしか測れませんということになるんですが、実際このシェラーの式とか適用したいっていうのは、だいたい100ナノ以下のですね、まあ、ナノ結晶に対してこの式を使うので、まあ、ちゃんと歪みが取れてるかどうかってなかなかわからないですよね。ということで、まあ、もう少し厳密になりたいっていう時は、こちらの、まあ、ハルダー・ワグナー法とか、ウィリアムソン・ホール法っていうのを使うということになるわけなんですけども、こいつをプロットしていきましょうということになります。ウィリアムソン・ホールプロット、ハルダー・ワグナープロット、に必要なデータは、グニュープロット用データファイル、ホゲ。ホゲっていうのは、まあ、一般的なファイル名ということですよ。GPD に、作画命令は、グニュープロットスクリプトファイルに、ホゲ PLT に、注釈行として、追加保存されるというようなことが書いてますよね。で、前回、アルミナの解析は、一応終わってますので、それを使いましょう。2021アルミナってやつですね。第6回で実習した、まあ、アルミナの INS ファイルを開いてみます。はい。で、この前、シミュレーションやりましたけど、ごめんなさい、解析やりましたけど、ちょっともう一回リターン走らせておきますね。はい。こんな感じで、これも S 値が、2.05 くらいで、また解析途中っていう感じなんですけども、これプロット見てあげると、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとまだ、ピクピクっていうのが、残ってますけど、まあまあ、大間違いじゃないかなっていうくらいのとこまではいけてるよっていうようなデータだと思います。で、この状態で、さっき INS ファイルのところに、このマニュアルで書かれてた、この MSCS ってやつですね。で、この INS ファイルのところで、MSCS ですかね。これですね、ちょうど846行目と47行目のところら辺ですよね。で、この時に、まあ、ウィリアムソン・ホール法にするか、ハルダー・ワグナー法にするかっていうのを選べるとこがあって、で、この MSCS が2っていうふうにこうデフォルトになってますので、まあ、こいつの、データがちゃんと出力されてるよということになるわけです。はい。この MSCS、まあ、2っていうのが、設定されてて、解析自体は行われているわけなんですけども、で、ここでですね、ここに MSCS っていうボタンがあるんで、こいつを押します。で、そうすると、こんな感じで、綺麗なプロットが出てくるわけなんですね。まあ、ほぼ、原点通ってるってことで、歪みがない、まあ、ほぼない、状態だなっていうのがわかると思います。で、横軸が、さっきのタンジェントシータ、サインシータ分のベータってやつで、で縦軸が、タンジェントシータ分のベータの2乗に、さらに1000倍したやつっていうのがプロットされてますよね。ちょっとこの値、だいたい 0.08 の時に、0.32 くらいなので、まあ、傾きこれだいたい、4なんですけど、ちょっと1000倍されてますから、4×10 のマイナス3乗くらいの、傾きを持っていると。いうことが、まあ、これ一応一目でわかります。で、ごめんなさい、PLT っていうファイルができますよね。で、こいつを、秀丸で、
開いてみたいと思います。で、一番最後の方ですね、ちょっとね、若干難しいかなと思いますけど、ついてきてくださいね。はい、ここから、ディタミネーションオブ、クリスタリンサイズ&マイクロストリーンということで、ここのデータが得られたということとかポイントなんですね。で、この辺見てもらうと、さっきプロットしたやつ、例えば23センチにしますよとか、16センチにプロットしますよとかね、そういう値が入ってて、一番肝心なのは、もう少し苦労して、ここだけですね。さっきのプロットが、X が0の時に、Y がこの値で、で、X がこの値の時に、Y がこの値ですと。こいつだけ分かったらいいですよね。はい。これちょっととりあえずコピーしておきますか。はい。というわけで、前回解析した、アルミナのですね、このプロットの、傾きなんですけども、まあ、大体4、3.989 くらいですね。かける10のマイナス3乗っていうのが、この傾きということが求まりました。はい。で、ここまでがですね、これシリコンの補正をしてない、値っていうことになるんですけども、で実際には、先ほど解析した、シリコンの値ありますよね。装置自体が持ってる、ピーク、プロファイルの、ピークの広がりってやつを考えてあげなきゃいけないので、まあ、それで補正をしてみたいと思います。で、ここにですね、シリコンのところに、シリコン STD、GPD っていうのがですね、解析の値にできてるんですけども、でこれをですね、マニュアルにあるように、これですね、D とイプシロンによるプロファイルの広がりが実質的に無視できる標準資料の解説データ。これがシリコンの測定データですけども、これを事前に解析し、得られた、ホゲ PD、GPD をインストゥルメント GPD と解明して、カレントホルダーのことを観察された広がりから装置に由来する広がりの木を、ベータインストゥルメントを、ちゃんと引き算してくれたような、値が出てきますということなので、はい、入力ファイルとインテンシティファイルだけ、複製したやつが入っている状態ですね。で、ここに、シリコンの、まあ、解析で求めたこの GPD ファイルというのを、コピーします。で、ペーストして、で、ここのシリコンスタンダードのところを、インストゥルメントというふうに書いておくと、これでですね、まあ、装置の補正が、入りますよということになりますね。で、この状態でもう一回、解析をしたいと思います。アルミナの解析ですね。で、解析自体は、全く同じ INS ファイルと INT ファイル使ってますので、S がですね、2.05 ということで、同じ解析結果ですね。プロット見ても、先ほどのアルミナと一緒なんですが、で、ここでですね、MSCS を押してあげると、こんな感じで、PLT、MSCS っていうファイルが、新たにできてですね、で、今度は、さっき縦軸 0.32 でしたね。これ0.25 になってるということなので、傾きが、緩くなっていることが、わかると思います。はい。じゃあ最後にですね、先ほどの2つの、解析結果ですね。装置の補正なしの場合が左側、装置の補正ありの場合が右側でしたね。で、こういうプロットが得られて、で、両方側の傾きが 0.003989、で、こちらは 0.003501 ということで、まあ、この、D の式に入れてあげると、これが 51.4 ナノメートル、で、こちら 58.6 ナノメートルということになりました。で、実際こういう感じのピークの形っていうんですかね。で、そのプロファイルの形の中には、装置由来のですね、部分の補正の分の幅が入っているということなので、まあ、こいつをしてあげないと、12% くらいですね、小さく、見積もってしまうということになります。まあでもこの 12% 程度なんで、めちゃくちゃ、その誤差が大きいかって言ったら、そうでもなくてですね、オーダー的にはまあいいかなというような感じですかね。ということで、こういうような補正を、せずに、まあ、特にもう少し、結晶子径が小さい10ナノとか20ナノとか、それくらいだったらね、もう少し相対的な誤差っていうのはちっちゃくなってくると思います。はい。で、この値が結構妥当かどうかっていうところなんですけども、今回使ったのがですね、AKP の、3000と、いう粉末でしたよね。で、こちらをちょっとウェブで検索してみましょう。で、こう引くと、
もうちゃんとあのスペックが出てきますね。で、こちらのデータブックですが、でちょうどあのここにですね、AKP3000 の、まあ、ベッドの費用面積とか、流形とかっていうのが出てますよね。で流形これ 0.67、ミクロンということで、まあ、中心流形ですけども、であと下のところに、線路の写真があります。で、ここが1ミクロンなので、ちょっと拡大しますかね。ここが1ミクロンなので、まあ、こういうなんか一つ一つの粒子に見えるところは多分2、300ナノメートルくらいなのかなという感じなんですけども、まあ、なんかよく見たらこう結構つながってたりとか、してますよね。ということで、流形分布測定でカウントしたときにはもう少しあの大きな、粒子としてカウントされるというのが一つと、おそらくですね、あのまあ少なくとも X 線解説の結果からでいくと、こういうあの一個一個が粒子に見えるところも、まあ、もしかしたら多結晶で、結晶子径が、まあ、5、60ナノメートル、くらいなのかなということが、今回の解析で分かると思います。で、結局のところですね、こういうのの本当のこう結晶子径をちゃんと求めようと思うと、透過型電子顕微鏡でですね、中の、こういう一個一個のですね、見た目が一つの粒子に見えるところが、本当に多結晶化なってるかどうかっていうのもちゃんと解析してあげないということなので、まあ結構そんなにシンプルではないんですけども、まあいろんな情報をですね、できるだけこう引き出すということが、今回の X 線解説でも可能になってくると思います。はい、今日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。